普段は、私は経済学と開発学ってアフリカとか東南アジア中東のエリアの経済発展についての勉強をしていて、楽しいですね。大変なこともすごく多いんですけれども、やっぱり圧倒的にその私が研究しているあの地域が基本的にアフリカだったり南アジアだったり中東だったりっていう、やっぱりそこの現地ので育った学生が実際イギリスに来てて、本当に国際色豊かなあの学生に囲まれて一緒に勉強できるっていうのはすごく刺激になります。かなり本当にいろんなコースがあったので、そのジェネラルな一般的なイングリッシュ、あの英語もそうですし、あとアカデミックとか、あと試験対策ですか、IELTS の、いろんなコースがあったので、あのまんべんなくいろんなことを勉強できて、本当一般的なコミュニケーションだけでなくてアカデミックの部分も1年間であの1つの学校でカバーできたのはかなり時間とお金の節約になりました。もともとはそのファンデーションから、ロンドンスクールオブイングリッシュからファンデーションっていうことを思ってたんですけど、あのその大学進学アドバイザーの方が、いやファンデーション、私1年間、日本で勉強してた経験があるので、ファンデーションなしでもいけるんじゃないかということで、大学の、あのソーアスの方とのオフィス、入試課の方と交渉してくださって、で無事ファンデーションなしで入ることができました。私の場合は学部、日本の大学を中退してきてるんですので、あの比較ができるんですけど、やっぱりこう一方的な先生から講師から生徒に教えるっていう方向ではなくて、こうお互いのワンウェイではなくてこうツーウェイというか、お互いに先生があの何か生徒に質問を投げかけて、でそれに答えるという形のなんかこうミックスされたような、なかなかやっぱり自分でこう与えられた情報に対して批判的な目で見るとか、こう本当かなって疑いの目で見るとか、いろんな面からこう分析をするっていうことを今までなかなかしてこなくて、 これはこうだからと教えられたものをただこうかなり受動的な感じで生きてきたというか、そういう教育を受けてきたので、いきなりそうですね、まず自分で考えて自分の意見は何なのか、それに対してあなたはどう思うのかっていうことを毎度毎度考えさせられるのはかなりチャレンジングでした。最初やっぱりこう日本のを飛び出すのがすごく勇気がいるというか、やっぱり日本の私が行った高校もそうですけど、高校出て日本の大学に進んで22歳で就職してっていう、そういう、社会的に認められている一定のパスみたいなのをこう勇気を持って外れるのはすごく勇気がいるんですけど、私はそれはすごく日本の大学を中退したのもそうなんですけど、すごく勇気がいったんですけど、でもいっぱい出てしまえば本当に私がきっと日本に残ってではできなかったような経験であったりとか出会いだったりとか、そういう素敵な経験がいっぱいできるので、チャレンジしてほしいと思います。